上利以降が色濃く残る地域では現代でも道路や水路がその影響を受け五番の目のような整然とした区画が広がっている国土交通省国土画像情報をもとに作成上利制は日本において古代から中世後期にかけて行われた土地区画制度であるある範囲の土地を一丁間隔で直角に交わる平行線により 正方形に区分するという特徴がある。上利を区分する方角線は南北方向及び東西方向に設定されている場合が多いが地域、地形により傾いている例も少なくない。例えば南北方向が7度傾いているとき、東西方向も直行するように7度傾いているのが通常である。連続した土地で方角線がずれている場合もある。例えば軍ごとに 方角線の傾きが異なると、平地の分岐界で、上利じわりにはっきりとした食い違いが見られる。反電図などには、水面や山地など、電磁以外にも方角線が引かれている。しかし、他のない地域を含めた全国を、方角線で網羅していったわけではない。あくまで他のある土地においてそれぞれ独立して、方角線が引かれている。その範囲内にある山の位置を上利で呼ぶことで、 電磁の位置関係も分かりやすくなっている。上理の基本単位は約109メートル四方の正方形である。古代日本では約109メートルは一丁にあたり、約109メートル四方の面積も同様に一丁と呼ばれていた。この一丁四方からなる基本単位を壺または棒と呼称した。壺の中は10等分にじわりされており、この区画は段と呼ばれた。 基本単位である壺を 6x6 に並べた区画は、里と呼ばれた。里における各々の壺は1から36まで番号表示され、例えば1の壺などと呼称されたは、平行式壺並みと千鳥式壺並みに対別される、上述の単位に区画された土地において、里の王列を、上、里の十列を、里都市、任意に設定された起点から、縦方向には一条、二条、 三条と横方向には一理、二理、三理というように明快な位置表示が可能となっていた。従来、上理性は反電収受性に伴い施行されたものと見られてきた。律令性では民衆に支給する農地の面積を一律に定めていたことから、整然とした上理区画は反電収受との強い関連が想定されていたのである。しかし、最近の考古学研究では、 ハン収受が、飛鳥時代または、奈良時代初期に開始したと見られるのに対し、上理による土地表記の所見が、奈良時代中期の点表15年であり、約50年のズレがあって、直接の関連はないとみなされている。結果として、上理性という概念そのものも見直しが行われている。上理性という用語には、の両者が公的制度によって形成されたもので、 あるという前提があった。その制度として、当然のように当てはめられていた、反電収受性が関連しないとすると、そもそも、裏打ちとなる、公的制度はなかったと考えられるようになった。公的制度とは切り離した、上理じわりと上理故障法の両者、及びそれらが一体となった実態としての、土地表記システムの故障として、上理プランという用語が使用されている。 前日の通り、上理プランの期限を反電収受制に求める説はほぼ、否定されている。現在の有力な説は、根田永年資材法の施行で盛んとなった不号や、有力自社による農地開発の急増が、上理プラン成立の期限であるというものである。養老律令では、反電を、旧式つらばつぶさに長男及び四、イタリオ六世とある、つまり旧される他は 面積と境界を記録するだけで絶対的な位置を特定する。上理故障法も上理に沿った地割りも規定されていない。混田の増加に伴い土地の所有者や境界を確定する作業が爆発的に増加した。このため高伝、反伝の遅延が非常に大きくなった。作業軽減のための統一的な土地表記法が必要となり、上理故障法が導入されたとみられる。 上理故障法が確定すると、有力者は自らの土地所有権を主張しやすくするため、上理に沿って根伝を開発するようになった。全国的に見られる上利地割の多くは、この根伝開発に伴うものと考えられる。ただし、一部の上理以降には、上理故障法確立以前にまでその期限を遡ると考えられるものもある。 また一丁方角に当てはまらない規則的な地割りの移行も確認されており、上利地割りの起源についてはなお検討の余地がある。高判電よび根伝管理の必要から生まれた調理プランは、10世紀以降に判電収拾が行われなくなっても引き続き使用された。これは国史、国画が,が土地管理、権利義務裁定の枠組みとして、上利故障法及び判電図を活用 したためであるまた、12世紀以降の不入の権を持つ荘園において、荘園内で完結する上理プランが存在したこと,とも確認されており、館だけでなく、民においても積極的に活用されていたことがわかる。荘園制の衰退とともに、上理故障法も使用されなくなり、対抗検知以降は一部の地名に残るのみとなった。上利地割は多くの土地で残存した。 人手による工作が続く以上、すでに存在する地割りをあえて再整理する必要はなかったのである。ただし、新田開発においては、上理故障法に縛られることがなくなったため、上理によらない地割りが一般的となった。明治時代になると、各地で宅改正が行われ、明治32年には、高知整理法の制定が、それを加速した。 事業目的は大きく分けて、土地区画整理と用排水路整備であったが、上理による整形区画の広がる西日本においては、土地区画整理が必要でなく、実施例は一部の排水不良地に限られた。一方、東日本では、上理地割りの多くは、河川の氾濫によって失われたり変形していた。 このため河川の整備に伴う開墾・排水整備として行われた高地整理は上利とは無関係な地割りとなっている。1960年代に始まる補助整備事業では農地が 30R を基準に区画し直されたため多くの上利移行が消滅した。近畿地方には上利性の名残として境界が直線となった飛び地が残っている。 上理プランに基づく地割りの移行を上理移行と呼ぶ。上理移行には現在も高地としてほぼそのままの形状が維持されているものと地下に埋没しているものがある。埋没上理移行を確認するには発掘の必要があるがそうでない上理移行は専門家以外にも見つけることは可能である。歴史や地理への興味から趣味として上理移行を調べている人もいる。 また、学生の学習、研究素材としても有効である。基本的には、国土地理院、発行2万0千分の一地形図のような大縮尺の地図を使用する。東海市などに地図の縮尺に合わせて、約109メートル相当の間隔で、方角線を引き、地図に重ね合わせる。道路や、安い路、あぜ道などがあるほど旅重なっていれば、上利以降である。 改然性が高いと言える。ただし、それらの道路や水路が完全な直線の場合はむしろ、近年の地割りと考えられる。また、七条、十里、一の壺などの地名は、上利故障法に由来することが多く、上利の配列を復元する手がかりになる。他に、奈良盆地を中心に、町、藩、面などの名称も、上利の名残である。 現在に残る主な上理移行は次の通りである。なお、北海道の多くの都市に見られる上長目性は上理性とは異なるものである。今日では北海道と沖縄を除く日本各地に上理地割りの移行が残っている。ありがとうございます。